あと少しで私たちのステージが始まりますわね。アクアを多くの人に知っていただくために、ここで完璧なパフォーマンスをしておきたいところです。たくさんのスクールアイドルがいますから、どうってことのないステージでは埋もれてしまいますもの。あなたにもしっかりとサポートをしていただきます。大切な機会、失敗は許されませんわよ。気分を害したなら申し訳ありません。失敗は許されないなんて、必要以上にプレッシャーを与えるつもりはありませんでした。つい癖で、これは臆病な私を奮い立たせるための言葉です。こんな言葉が無意識に出てしまうなんて、自分自身を追い込む習性がついてしまっているのですね。カナンさんが言っていました。まずは自分たちが楽しむことが大切だと。私も楽しむことを優先したいと思います。アクアは私にとってとても大切な存在ですから。それでは参りましょう。